明明是米芝蓮一星的餐廳，為什麼連一個簡單日文對應的店員都請不到呢？どうも、あがるです。あがる HKDB へようこそ。見到我這一身日系的裝扮，就知道我們今天又要來尋找日本的味道 in Hong Kong 了。耶耶耶耶耶。好啦，今天呢我們就來到這個九龍塘的又一城啦，咁呢就去試我身後面這間金色不如歸 Konjiki Hotodokis。咁有啲網友咧同我講話，喂，你阿加都你拍嗰兩集嘅食拉麵咧，都係去啲比較平民啲嘅地方。咁啊，好彩一蘭識講日文啫。咁啊，旺角未唔識講日文係好正常嘅喎。咁好，既然係咁，咁我就帶大家嚟啲高級嘅地方。今日呢間咧金色不如歸咧，據說咧就係攞咗呢個米芝蓮嘅一星。咁佢主打咧就係呢個鹽味嘅蜆嘅湯底啦，同埋咧自制嘅麵。同埋咧有八重露油啦，同埋牛肝菌醬嘅。好啦，咁我哋今日咧就會試佢嘅鹽味拉麵，同埋咧同樣啦，一貫我哋嘅節目作風就係咧，如果扮成日本人講日文嘅時候咧，佢哋嘅服務態度或者佢哋嘅反應係點樣嘅？で、人数一人でいいですか？あ、はい。ビデオ OK です。OK ですか ？OK。OK。ビデオ。Cannot in。ああ。中はダメですか？あ。You have。ああ、no no no。Fill in your name and contact number。あ、はい。わかりました。これは個人情報登録しなきゃダメですね。はい。はい。どうも。どうも。店員さんが、日本語できないですね。まあ当然のことですね。まあでもちょっと信じられないな。あ、ありがとう。はい。はい、これは醤油ハマグリスープね。醤油ハマグリスープと塩味のハマグリスープラーメンですね。で今回はこれを食べたいと思います。とにかく日本語をいっぱい話すね。はい、じゃあメニューはこんな感じですね。金色でちょっとおしゃれな感じですね。まあ中はなんかちょっと蘭高カップだな。はい、じゃあメニュー見ましょうか。メニューはこれ。あ、ちょっと高いね、これは。これは今回注文するのはこれです。見てください。はい。ハマグリ塩ラーメン一つ。で、味玉は。はい、OK、以上です。はい。So may I repeat the order for you guys? So one 塩。はい、塩ラーメン。はい。And one soft boiled egg. はい。エッグ。はい。That's all. はい。That's all. はい。Also may I have? This one. はい。Thank you. And may I? はい。Thank you. はい。で、一応注文したね。そうですね。又話米芝蓮一星的餐廳，點解識講日文的店員都冇嘅？Hello， 你好。啊，係。拉麵。係 ，thank you。thank you。係。哦，やっとラーメンが来ました。ラーメン来た、来た、来た。さあ、ラーメン来ました。わあ、すごくいい匂いするんですね。これは料亭を感じて、おお、やっぱり温かいな。そうそうそう、温かい。結構温かい。これがラーメンの重要さ、温かいね。でもこんな感じ、量
量がちょっと少ないですね。スープを飲みます。おー、うーん、うめえうめえ。スープはなんか貝類の感じですね。そう、スープは3種類の材料で作られますね。一つがハマグリと、あとは豚骨と魚、魚はタイかな、うん、味は爽やかでちょっと塩味がしますね。次はチャーシュー、チャーシューを食べたいと思います。うん、うん、うめえ。これ麺は自家製の麺ですね。うん、いい香りする。うん、まあちょっと麦の味がします。で、麺とちゃんとスープついてて、まあ、美味しいですね。これついですね。前回と比べて、その一生懸命のつけ麺のスープは熱いとは言えないですね。あったかい、まあ最後にスープ入れるともう温くないですね。まあ熱くないですね、まあ、全然。でも今回は結構熱いっすよ、これ。で、次は味玉エッグ、エッグを食べたいと思います。うん、ほらこんな感じです。まあ、味玉は普通ですね。ごちそうさまでした。おお、染み渡るね、こんな感じで。Thank you. あ、はい。あ、can I ask you something? Yes. 你覺得我講日文點樣啊？即係啊，唔係，其實其實我拍緊個 YouTube 節目係講即係入日本餐廳可唔可以揾翻日本嘅感覺咁樣咯。係啊，咁所以想請問下你，我扮得似唔似日本人？照直講得㗎啦。我唔識日文，要覺得你係日本人。哦，OK，明白，打攪曬，唔好意思啊，thank you。早く逃げましょう。離脱。そうだね。はい、終於食完啦，呢個金色不如歸。咁咧個感覺就係咧，喺等我行開啲先講，咪陣間咧，裡面嘅人咧好似咧有個路啤我，有條友俾你玩咗添咁樣。好啦，咁個感覺係點咧？首先第一樣嘢啦，佢有冇日本嘅味道咧？我覺得係有嘅。咁只限於前半 part， 佢真係做到日本嘅味道。咁另外一個日本的味道就真的差一點了。明明是米芝蓮一星的餐廳，為什麼連一個簡單日文對應的店員都請不到呢？是的，這個就是我在這個我注目的店了。我也要說一句公道的說話，就是還沒去過 IFC 的本店吃，可能那裡是有日本對應的店員來的。
但係 at least 我覺得咧，每一間分店都應該有一個識得基本日語嘅店員啦。咁啊，以防真係哇，如果真係有日本人住喺香港嘅日本人嚟到食嘅話，你用兩三句日文同佢對應到嘅話咧，其實嗰個客人會好窩心同埋好開心嘅。好啦，我哋今日呢條片咧就到呢度啦。如果你想我下次挑戰邊一間餐廳嘅話，請你喺留言話俾我聽，同埋咧記住一 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 仲有記得 share 俾你朋友。嗯，睇下我點樣可以用扮日本人入去日本嘅餐廳，得到乜嘢嘅反應，同埋咧可以可唔可以揾到日本嘅味道啦？はい、ありがとうございました。では次をどうかでお会いしましょう。またね、バイ。